I do is loving, but staying true to who we are. I do. De Beers Forevermark. ミスグランドジャパン運営代表、そしてミスターゲイジャパンプロデューサーの吉井恵理子です。皆様お待たせいたしました。まずはじめに本大会にご賛同いただき、お力添えいただきました関係各位に厚く御礼申し上げます。さて、この半年余り、改めて平和ということについて考える時間がございました。私たちの暮らす社会は、さまざまな人種、年齢、性別、そして性的指向、いろんな方が集まって構成されています。互いの違いを非難するのではなく、尊敬し尊重し合うことが平和の根底にあると私は考えています。世界的なミスコンテストの日本大会と LGBTQ プラスのコンテストが協業し開催するのは史上初めてのこととなります。どちらのコンテストも平和を願い、ダイバーシティへの理解を目的としております。さらに本日8月6日は平和の日です。平和記念の日です。この大会が日本、そして世界へ平和のメッセージを発信するプラットフォームになるように全力を尽くしてまいりたいと思います。最後になりますが、原爆で犠牲に遭われました皆様に心から哀悼の意を捧げるとともに、私たちミスグランドジャパン、そしてミスターゲイジャパンが平和を願う世界の人々と共にあることをここに誓います。さあ、お待たせいたしました。これよりショーがスタートいたします。数々のヒット作品を生み、日本の音楽業界の歴史を作り上げた音楽プロデューサー野沢様に国歌斉唱をいただきます。皆様ぜひ大きな拍手でお迎えください。君がよは千代にや千代にさざれ石の岩音なりて、苔の娘
from Yokosuka Art Theater Japan. Ladies and gentlemen, please welcome the candidates of Miss Grand Japan 2022.For Mr. Gay Japan 2022! Tomoya Okayama!こんにちは。いよいよ本日ミスグランドジャパン2022、そしてミスターゲイジャパン2022が2022日本代表が決定いたします。その栄えある MC を私竹内香奈子とミスグランドジャパン2021のファーストランナーアップ木下梨花、そしてスティーブが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。Hello from Yokosuka. Welcome to Miss Grand Japan and Mr. Gay Japan 22 Final. I'm sure all of you are excited to see who tonight's winners are. 今年は史上初となります。世界的ミスコンテストの日本大会と LGBTQ プラスコンテストが共同し、同日開催となります。それぞれの大会についてご説明いたします。ミスグランドジャパンは世界最大級のミスコンテスト、ミスグランドインターナショナルの日本大会であるミスグランドジャパン。内外の美しさを伸ばすだけではなく、生涯を通して社会で活躍できる人材の育成輩出を目的としております。世界大会のスローガンはズバリ Stop the War and Violence、 別名平和のコンテストと称されております。 Miss Grand Japan is a competition aimed at sending abroad healthy and beautiful women as messengers of peace. The slogan of the Miss Grand International is Stop the War and Violence. ミスターゲイジャパンとは LGBTQ プラスの環境改善と同性婚の理解促進を掲げ、メッセージを発信するロールモデルを発掘するとともに、 LGBTQ プラスの存在を可視化するプラットフォームの役割を担っている団体です。同性婚賛同署名活動も行っており、2020年度には27,207通の署名を法務省へ提出しております。それではミスグランドジャパンの審査に関してご説明させていただきます。この後行われます水着審査では、自信、存在感、表情、ウォーキングをチェック項目に、そしてイブニングガウン審査では表情、ドレスの着こなし、ウォーキングを審査いたします。また
その後のスピーチ審査ではピースをテーマに30秒でスピーチし、表現力、世界で戦える可能性、メッセージ性を審査いたします。以上のステップを経て2022年のミス・グランド・ジャパンが誕生します。 The contestants of Miss Grand Japan will compete in their swimwear, evening gown and their speech. そして今年の世界大会は10月25日にインドネシアでの開催を予定しており、このファイナルにて日本代表に選ばれた方は現地へ渡り、平和に関するさまざまな活動を行います。果たしてその栄冠は誰に輝くのか、とっても楽しみです。ミスターゲイジャパンの審査ではオープニングのウォーキング、スピーチを経て今年の日本代表が決定します。スピーチでは日本における LGBTQ+ の環境改善と同性婚の理解促進の観点からそれぞれの思いをお話しいただきます。本日までの活動とステージパフォーマンスでミスター・ゲイ・ジャパン日本代表が決定いたします。 In the judging of Mr. Gay Japan, this year's representative from Japan will be decided after their opening walk and speech. In the speech competitionEach contestant will talk about their thoughts on the theme of improving the environment of LGBTQ+ in Japan and promoting the understanding of same-sex marriage. Based on their activities and their stage performance today, we will decide this year's leading model to help send our message. We congratulate all of our contestants for their time and effort for wanting to be a part of Mr. Gay Japan.It is a big commitment of time, and we love and respect each of you for having the courage to enter and participate. それでは、その厳正な審査にふさわしい素敵な方々をご紹介していきたいと思います。Please welcome the lovely judges of tonight. それではご紹介させていただきます。音楽プロデューサー、野沢貴智様。元 K-1 世界王者マサト様、シミックホールディングス株式会社代表取締役社長 COO 兼 CHO 大石恵子様、中村キースヘリング美術館プログラム&マーケティングディレクターヒラク様、女優東千鶴様、そしてミスグランドジャパン運営代表ミスターゲイジャパンプロデューサー吉井恵理子、以上6名の審査員により本日審査を行わせていただきます。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。 Thank you, judges. And we are ready for our next segment. それでは最初の審査に参りたいと思います。ミスグランドジャパンの水着審査です。Let's welcome on stage the 22 candidates vying to be the next Miss Grand Japan in their swimwear. Shoes by world-class Filipino designer, Mr. Jojo Burgais. Asahi Mori.
Nami Sazawa. Yurie Atsumi.Yumi Ogawa.
ます。Special awards. それでは最初の特別賞の発表に参ります。ベストインソーシャルメディアアワードとベストインスイムウェアです。プレゼンターはソングループ代表ミスグランドジャパン公式ピラティストレーナーの田中由紀子さんです。 Starting with Best in Social Media Award and Best in Swimwear Award。特別賞のベストインソーシャルメディアアワードは手島百合子さん、おめでとうございます。手島さん、おめでとうございました。続きまして特別賞のベストインスイムウェアは吉楽かな子さん、おめでとうございます。Congratulations! Thank you, ladies!
I do is loving, but staying true to who we are. I do. De Beers Forevermark.ここからはミスターゲイジャパンの審査に移ります。 Please give a warm welcome on stage the finalist of Mr. Gay Japan 2022. ファイナリストの皆さんにはLGBTQ+ の環境改善と同性婚の理解促進をテーマに熱い思いをお話ししていただきます。 Each contestants will talk about their thoughts on the theme of improving the environment of LGBTQ+ in Japan and promoting the understanding of same-sex marriage. Starting with Ryo.こんにちは。今日は僕の仕事とプライベートについてお話ししたいと思います。皆さんの大切なお金に名前や色はついていますか？僕は生命保険の営業をしています。お客様の考えや思いをお金に変えて名前をつけてあげて大切な人に届ける、そのような仕事をしています。世帯加入率が 90% を超えると言われる生命保険ですが、 LGBTQ+ の当事者の加入率は 60% に満たないと聞いたことがあります。なぜか理由を聞いてみました。結婚は何歳で、お子様は何名の予定ですか？そんなありきたりな質問にうんざりしてしまった。初対面の営業にカミングアウトするのがストレスだった、そんな回答もありました。とても残念なことです。 LGBTQ+ の当事者にとって正しい情報に安心してアクセスできるように、そんな窓口になろうと思い、僕はカミングアウトをして今の仕事に就いています。そんな僕ですが、ずっとゲイであることがコンプレックスでした。それを補おうと、何者かにならないといけない、何かすごい人にならないといけない、そんな焦燥感にずっと苛まれていました。そんな僕がずっと続けてきたことがあります。それがスポーツです。見ての通りの体型で120キロある僕は、社会人チームでアメリカンフットボールをしています。今も現役の選手ですし、2019年には自身で下町ゴリラズという名前のチームを立ち上げ、そこの代表もしております。LGBTQ+ の当事者にとって、スポーツの場が安心安全の場であり、アライアスリート、理解のあるアスリートの力を借りることによって社会変革のきっかけになればと思っております。僕はチームメイトにカミングアウトしています。ミスターゲイジャパンに出場することも伝えました。すべてを理解してほしいとは思っておりません。ただ、僕たちアメフトやるために集まっている仲間ですよね。セクシャリティって関係あります？めちゃめちゃ面白そうな大会じゃないですか。優勝しちゃってください。そんなコメントと無邪気な笑顔で送り出してくれたチームメイトをとても誇りに思います。そんな優しい世界を作っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 Thank you Shiro。 昨今のメディアがゲイの人生を取り上げるときに、悲しい部分に焦点を当てがちだと私はずっと思っておりました。ゲイという単語には陽気という意味も含まれております。私は生まれた時から多分ゲイでした。
幼稚園児の頃は女の子にモテモテでしたけど、将来の夢はセーラームーンと両親に言っておりました。学生時代は特に周りに公表せずグレーゾーンで過ごしてましたけど、特にいじめられることもなく、オカマと悪口を言われても負けじと言い返しておりました。18歳の頃初めてカミングアウトをしました。でも、あ、そうみたいな意外に普通の反応で、カミングアウトってあ、こんなもんなんだなと私は正直感じました。そして二十歳を過ぎ、よりゲイ色が濃くなります。ここでお伝えしたいのですが、私はゲイにモテます。そしてモテモテなまま30代になり、現在は彼氏を募集しております。さて、今までの私のストーリーを聞いて、悲しい人生だったと思いますか？私自身はとても、確かに悩みもしましたけど、とても楽しくて刺激的な毎日だったと思っております。私はゲイに生まれたことを両親に感謝してますし、ゲイであることを誇りに思います。最後にこのスピーチを通して皆様にお伝えしたいことは、セクシャルで悩んでいる方はそこまで気を使わなくていいのではないかなということです。人生は一度きりです。楽しく過ごした方が後悔はないと思います。そのためにも、もしカミングアウトをしたらそれでと言われるようなくらい普通で、人が個人として尊重される社会になることを私は願っております。ありがとうございます。 Thank you ともや。皆さんこんにちは。僕は元女性で、現在は男性として男性が好きな当事者です。僕は物心ついた時から女性であることにすごく違和感がありました。しかし今みたいに LGBTQ プラスといった言葉は浸透しておらず、自分が何者かわからない、他者に説明するときに説明できない、そして普通の人と違うことによっていじめにあったり、家族の無理解によりどこにも居場所を見出せませんでした。子供の頃は幾度となく消えたい、死にたいと思った時代でした。しかし同じような境遇の当事者に出会ったことにより、生きる勇気が湧きました。女性から男性への治療をしましたが、決して楽な道ではありませんでした。身体的、精神的、金銭的、あらゆる面で負担が大きかったです。そして現在性別を男性に移行しましたが、僕は男性が好きなので、現在同性婚が認められていない日本では法的な関係性が結べません。どんなに好きなパートナーがいても、そのパートナーに何かあった時に最後を添い遂げることができない可能性がとても高いです。愛に性別は関係ないはずなのに、日本では同性婚が認められていないことにより法的な関係性になれないこと、とても困っています。僕は長年 LGBTQ がより生きやすい社会になるように啓発活動をしてきました。その中で今までたくさんの当事者の命と向き合ってきました。ある友人は同性婚の実現を願い病死をしました。ある友人はこんな不平等な社会で生きたくない、来世に期待をしたいと自殺をしました。
僕の周りにはそんな当事者がたくさんいました。そして今回その当事者の思いを一緒に届けたいと思ってこの場所に立っています。そしてトランスジェンダーの中にも多様な性的があることを知ってほしくこの場所にいます。ただ当事者だけで訴えても社会はなかなか変わりません。今日足を運んでいただいている皆様一人一人が LGBTQ が直面する問題課題を知っていただき、ぜひ一緒に行動していただきたいと思っております。 LGBTQ も生きやすい社会はあらゆる人たちに生きやすい社会だと思っています。そして当事者たちが生きることを諦めないでいい社会になることを願い活動を続けていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 Thank you Tatsumi。 What if I die tomorrow? 例えば僕が明日死んだら、僕が一番恐れていることは自分の死ではありません。日本に同性婚が存在しないことによって愛する人を守りきることができないこと、それが僕が一番恐れていることです。僕はアメリカでアメリカ人の男性と同性婚をしております。しかしながら僕の夫は日本では配偶者としてはみなされておりません。男の配偶者は女、女の配偶者は男、それが今の日本の在り方です。普段会社員をしている僕がミスターゲイジャパンに応募したきっかけは、僕の夫と暮らすための住宅購入を考えた頃、今の日本の在り方に疑問の声を上げたいと思ったからです。不動産屋や銀行、役場や税関での対応においても、さまざまな場面で法律で認められていないだけで、日本社会は日本社会は僕たちの存在を否定しているんだ、そう思いました。僕がかつて暮らしていたロシアやアメリカではとは違い、日本では毎日拳銃で亡くなることはありません。しかしながらこのまま日本で生活していくことが正直不安です。今まで表に立って活動してくることはありませんでしたが、ミスターゲイジャパンのタイトルを取った暁には実際に同性婚をしている僕がロールモデルとなって、どのような場面でなぜ同性婚が必要なのか多くの方々に訴えかけていきたいと思っております。僕はコンテスト期間中、ファイナンシャルプランナーの勉強や自分のお葬式の準備、住宅購入、住宅相続、そして生命保険の準備までしました。最後になりますが、今後の活動として僕が主催している劇団で演劇活動を通して、そのような考えも広めていければなと思っております。 Love is love. Thank you for listening. Thank you. Aiki.私がミスターゲイジャパンに選ばれたら、地方での LGBTQ の可視化を進めたいと思います。私は今ゲイとして生活していて特に不自由は感じませんが、将来に対して漠然な不安を感じています。というのも、日本でゲイとして結婚をしたり子供を持とうと思ってもそう簡単に実現できることではありません。一方で、私が以前生活していたフランスやスペインといった国では同性婚は認められていましたし、身の回りに結婚したゲイのカップル、レズビアンのカップルがたくさんいました。日本で結婚したいと思った時に、
結婚できない、同性婚が認められていないというのはとても悲しいことです。そんな状況を変えたくて、もっと多様性を意識できる社会を実現したくて、私はこの3月、今住んでいる山口で田中ゲイ企画というちょっと変わった名前のバーをオープンしました。嬉しいことに、私の思いはテレビや新聞など多数のメディアに取り上げていただき、最終的には最近 NHK ワールドで英語に翻訳され、世界中に発信していただけるまでになりました。バーの経営を通じて、少しずつではありますが地方での LGBTQ の可視化を進めてこれたと実感しています。ミスターゲイジャパンに応募したことは間違いなく私にとって大きな変化のきっかけとなりました。今日この会場に来てくれている私の家族にカミングアウトできたのも私にとってとても大きな変化です。しかし地方の LGBTQ の可視化にはまだまだやるべきことがたくさんあります。社会を変えるため、世界を変えるため、どうか皆さんの力を貸してください。 C'est le moment de contribuer à changer la situation au Japon et d'améliorer les droits de la communauté LGBTQ. Merci de m'apporter votre soutien de que vous soyez dans le monde. Merci. Thank you. ありがとうございました。ファイナリスト5名の方の熱い思いは会場の皆様に届きましたでしょうか。皆様ありがとうございました。 Thank you.横須賀市は世界の恒久平和の実現を願い、平成元年5月23日に核兵器廃絶平和都市を宣言しております。平和のコンテストであるミスグランドジャパンは6月と7月に公益社団法人横須賀青年会議所のご協力のもと、日本大会開催地である横須賀市にてエクスカーションを行いました。活動の様子をぜひご覧ください。
I do is loving, but staying true to who we are. I do. De Beers Forevermark.続いての審査はミスグランドジャパンイブニングガウン審査です。突然ですが皆さん、レインボーフラッグが6色なのはご存知でしょうか。今回ミスターゲイジャパンと合同開催ということで、ファイナリストのイブニングガウンの色も6色となっております。あでやかなドレスのデザインにもご注目ください。また本日は特別にデビアスフォーエバー様のジュエリーを着用してパフォーマンスをいたします。美しく輝くダイヤの光にもぜひご注目ください。今日は生演奏にてお届けいたします。演奏はバイオリン渡辺辰徳さん、チェロ細井由衣さん、クラリネット中村直さん、サクソフォーン松本梨沙さん、ピアノアレンジ内田芳子さんです。The next part of the program is the formal wear attire. It is designed for each of the contestants to make an on-stage statement of her compelling charm and presence of her personality and grace. Ladies and gentlemen, your candidates in their formal wear by Louis Pylenman with Devious Forever. Asahi Mori.
Riko Asanuma. Megumi Ikegami. Koa Yoneda. Riko Teshima. Saki Kobayashi.
Nako Kichiraku. Seira Inoue. Haruno Nakagawa.
there you have it. Our lovely candidates in their evening gown. イブニングガウン審査でした。オーケストラの皆様ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。ここでベストインイブニングガウン賞とミスポピュラー賞を発表いたします。ベストインイブニングガウン賞は最も美しくイブニングガウンを着こなしているファイナリストに贈られます。ミスポピュラー賞は当日投票で一番ポイントを獲得した方に贈られ、トップ10入りが約束されています。それでは発表いたします。 Our best in evening gown goes toMaria Nasu! Best in Evening Gown Show は Nasu Maria さんです。おめでとうございます。Nasu さん、おめでとうございます。And the next award, our Miss Popular Award.Goes to Megumi Ikegami. Miss Popular Show is Ikegami Megumi. Congratulations. Ikegami, congratulations.それではミスグランドジャパントップ10の発表です。 And now the top 10 finalists for Miss Grand Japan 2022. The first finalist is Mika Takeda. Next up, Riko Asanuma.Yume Uchida. Megumi Ikegami. Mizuki Takashima. Maria Nasu. Yuriko Teshima. Yukino Jahana. Seira Inoue. And the last spot goes to Anna Yamanouchi. Congratulations. トップ10に選ばれた10名の皆様、本当におめでとうございます。
there you have it, the top 10 of Miss Grand Japan 2022. Thank you, ladies. それではトップ10のスピーチ審査へ移りたいと思います。トップ10に選ばれましたファイナリストにはピースをテーマに30秒でスピーチしていただきます。 And now we begin the speech competition for Miss Grand Japan 2022 starting with Mika Takeda。 明日が命日と決められている命があるということ、保健所で見たそんな小さな命を私は救うことができませんでした。それをとても悔しく思い、何か小さな行動を起こせないかと考え、現在動物用品販売事業を通し保護団体へ寄付を行っております。将来保護施設を作る、その目標を胸に多くの動物の平和を実現させます。リコ・アサヌマ。心のコップの水は自分自身でいっぱいにします。周りの方々からいただいた愛や恩であふれた水の分、周りの人を幸せにしたい。これが私の思う平和です。世界の共通言語は英語ではなく笑顔だと私は思います。夢うちだ。SNS を除くと言葉の刃が飛び交っている。皆さんにとって SNS はどんな存在ですか？私はとても怖いです。なぜなら SNS で心の傷を負った一人だからです。たった一言で全てを奪ってしまう。しかしその一言で救われる命もあるということです。私は愛の言葉を私の声に乗せて平和な世界に包み込みます。 SNS が人を傷つける場所でなく温かい場所になるよう思いやりの心をたくさん願います。めぐみ池上。私は愛を学びにこの地球に来ました。そして私はたくさんの愛に恵まれますようにと、愛と書いて恵みという名を両親からいただきました。その日から私は多くの愛情に恵まれこのステージに立てています。そんな私だからできること、ここミスグランドでたくさんの愛を発信し、世界の恵まれない子どもたちや孤独を感じる人、多くの人たちに愛情を与え、人生を豊かに生きてほしいというエールを送りたいと思います。この世で一番尊く美しいのは愛する心です。私はこの世界に愛の祈りを捧げます。水木高島。すべての命の価値は等しい。私は集中治療室の看護師として働いています。話すことも動くこともできなかった患者さんが元気に笑顔で退院される、そんな場面を幾度も見てきました。その一方で世界には肺炎や下痢といった治療可能な病気で十分な医療を受けられないために命を落とす方が
たくさんいます。すべての命が平等に扱われる世界、これを実現することが私の使命です。マリア・ナス。Love and respect people, even though you're in hard time. This is the key to stop the war. My Ukrainian friend told me, I love you, even though I have a Russian root. Now, I'm here to tell that we all have right to love and be loved. Just be you are. Remember that we are family, living in the same planet. Happy the long wage for peace. Yuriko Teshima.人生、それはすべて正解だということを伝えます。私には守れなかった人たちがいます。大切な人が職場のプレッシャーで心を病んでしまったとき、ギリギリの状態になるまで気づくことができませんでした。コロナ禍、就職支援をしていた私に多くの人が泣きながら仕事が欲しいと頼ってくださったのに、私にできたことはほとんどありませんでした。人の目なんて気にせず好きに生きていい、互いの人生を大切に思えること、それが平和につながると確信し、この大会を通して発信していきます。ユキノ・ジャハナ。それはたった一つの尊いものです。命の重さを知ることが世界平和につながると考えます。助産師として多くの生と死に直面してきました。世界では感染症や栄養失調により救えたはずの命が失われている現状があります。助産師として、そしてミス・グランド・ジャパン日本代表として国境関係なく現地へ赴き、助け合いの心であるゆいまわり精神で一つでも多くの命を救います。それが私の使命です。セイラー・イノウエ。For me, world peace means equal human rights, technology, and education, ultimately benefiting all humanity's welfare. We might not achieve world peace in a snap of the finger, but a world with less violence is where to start and all forms of fighting.We can bring nations together to work towards the betterment of our children's future. Thank you. Anna Yamanouchi. Sabetsu no yoin として知らないものへの恐怖があると考えています。入職して1年目で自分の病棟がコロナ病棟になりました。自分自身の身の危険が脅かされる中、同じ病院内のスタッフから心ない言葉を言われることもありました。今も
みんなが不安に包まれやすい状態が続いています。自分の言葉や行動が偏見につながっていないか、思いやりを持つことが差別をなくす第一歩になると考えています。出身地であるこの平和の都市横須賀から温かい声掛けの輪を広げていきます。 Thank you。 トップ10の皆様ありがとうございました。さあ、この中から本日たった一人日本代表に選出されます。一体どなたが選ばれるのでしょうか。これより審査の集計に入ります。今一度トップ10の皆様に大きな拍手をお願いいたします。Thank you, ladies. ここで昨年のミスターゲイジャパン日本代表とファイナリストの皆さんにご登壇いただきましょう。 Please welcome on stage Mr. Gay Japan 2021 Hero and last year's finalist。 皆様こんにちは、ミスターゲイジャパン2021ファイナリストのみつるさんです。そして日本代表のヒロです。今日は僕が代表してスピーチさせていただきます。僕は誰もが胸を張って堂々と暮らせる社会を作ります。昨今LGBTQ+ の話題がメディアや国会で以前よりも多く取り上げられ、社会の関心が高まっていると思います。僕はこの波をチャンスだと思っています。同性婚に賛同する方々の思いを、同性婚訴訟とは別の形で声を上げています。昨年は4人のファイナリストがいたんですけれども、およそ半年間かけて2万7千筆を超える署名を集め、法務省へ提出に行きました。今すぐ同性婚が実らなくても、先ほどスピーチされていた今年のファイナリストですね、次の世代に必ずいい影響が与えられていると信じています。人生は一度しかありません。さらに大抵の人は自分の信じたようにしか生きれません。セクシャリティにとらわれて苦しさを感じたり生きづらさを感じている時間は僕たちにはありません。僕が同性愛者であることを自分らしさの要素の一つとして誇りを持ち、現在活動している地元の地域新聞、 LGBT 理解促進の地域新聞の発行だったり、担当しているラジオや講演活動を通じて社会を変える存在になります。幸せな未来の選択肢が一つでも多く増えるように、僕たちはまだまだ活動していきますので、応援よろしくお願いいたします。ミスターゲイジャパン2021ヒロさん、そして昨年度のファイナリストの方、ありがとうございました。皆さんの素敵なスピーチが心に染みました。スピーチの中にもございましたが、多様性、ダイバーシティであったり LGBTQ という言葉はよく耳にしたり目にするようにはなったと思います。ですが、自分事として捉えられるほど身近な話題かというと、
まだまだそこまで浸透していないのではないかなというふうに個人的には考えています。今回ミスコンテスト、ミスターコンテストの中でこういった LGBTQ であったり同性婚という話題に触れました。これをきっかけに少しでもこの理解であったり、この活動を通していろいろな発信が進んでいくことを願いたいというふうに思っています。ぜひミスターゲイジャパンの方々のインスタや SNS などもフォローしていただいて、皆さんの活躍を見て少しでも興味を持って皆さんのアクションにもつながればいいなというふうに考えています。リカさん、ありがとうございました。さあ、それではお待ちかね、ミスターゲイジャパン2022結果発表に参ります。ファイナリストの皆さんです。拍手でお迎えください。今回日本代表のタイトルに加え、特別賞は全部で4つございます。ミスターソーシャルコントリビューション、社会貢献を最もした人。ミスターソーシャルメディア、 SNS での発信を熱心に取り組んだ方。ミスターコンジェニアリティ、ミスグランドジャパンと協業しダイバーシティのメッセージを発信した方。ミスターエンパワーメント、 LGBT プラスコミュニティに自信を与えた方。それでは最初に特別賞ではなく日本代表の発表をいたします。 And now I would like to announce the winner of Mr. Gay Japan 2022. This year's Mr. Gay Japan is Mr. Gay Japan 2022 is Aiki. おめでとうございます。今年度日本代表はアイキさんです。特別賞の発表です。 I would like to announce the winner of Mr. Gay Japan Special Awards, Mr. Social Media goes to Shiro。Mr. Congeniality goes to Tatsumi。Mr. Empowerment Award goes to Leo。Mr. Social Contribution goes to Tomoya。
様おめでとうございます。優勝した愛希さんから一言いただきましょう。お願いいたします。皆さんありがとうございます。まさかこの賞が取れるとは、全く思ってなかったのでとてもびっくりしています。ミスターゲイジャパンに選ばれて先ほどスピーチの中でも申し上げましたが、これは本当に自分を変える大きなきっかけとなりました。でここにいるみんなからも1年のこの活動期間でとてもいろんなことを学ばせていただいて、すごい月並みな言葉にはなるんですけれども、この賞は本当にみんなで取ったものだというふうに思っています。今まで応援していただいた方、それからこの会を運営されている方、僕の友達たちに改めてお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。アイキさんおめでとうございます。審査員の皆様からミスターゲイジャパンの総評をいただきましょう。代表して女優東千鶴様お願いいたします。はい、おめでとうございます。いや、 やっぱりリアルはいいですね。感動いたしました。立ち上げの時から参加をさせてもらっています。皆さんがこちらのステージに立つという決心、いろいろな葛藤があったと思います。皆さんは子どもの頃から自分と対面し、ご家族や学校や職場や社会といろいろ向き合ってきた方々なので、本当にあの短いスピーチが素晴らしく深かったです。もう本当に難しい審査でございますね。どうするっていうふうに6つの項目に分かれていて、健康なボディとか LGBTQ としての発信とか、メッセージの熱意とかいろいろな項目があるんですが、そんなもん本当は点数をつけられるものではありませんでした。私は一般社団法人ゲットインタッチというまぜこぜの社会を目指す代表としていろいろ活動しているんですが、映画私は私オーバーザーレインボーで50人の方々にインタビューをしました。また改めて皆さんに本当にもっと深く皆様の人生ドラマを伺いたいなと思いました。今日この日をきっかけにご覧いただいている皆様やこの会場の皆さんに、ぜひ LGBTQ プラス、そして人権のこと、今日が8月6日で、日本に原爆が投下された日、この日にこういった平和をアピールするコンテストが開催されたということをいっぱい発信してほしいなと思います。そしてこれからも皆さんが人権や平和やいろいろなことをアクションしていくことを期待しております。ね、みんなボランティアでね、私たちもみんなそうなんだけれども、本当にこの意義深い開催どうもありがとうございます。そしておめでとうございます。東千鶴様ありがとうございました。今一度ミスターゲイジャパンファイナリストの皆様に大きな拍手をお願いいたします。 Thank you。 昨年度のミスグランドジャパン日本代表水野千佳さんは、昨年12月にタイで行われた世界大会に出場いたしました。本日は声楽家の松永千文様とジョーズクインテットの皆様とのスペシャルパフォーマンスをお届けいたします。
Ladies and gentlemen, please welcome back on stage last year's winner for her final walk, Miss Grand Japan 2021, Miss Chika Mizuno. ミスグランドジャパン2021日本代表の水野千佳です。1年前、私もファイナリストとして自分の可能性を信じて日本大会に挑みました。日本とアフリカにルーツを持つ初のミスグランドジャパン日本代表として、日本人らしさは肌の色で決まるものではないと世界を巻き込んで伝えたい、その思いでステージに立っていました。世界大会では同世代の各国の代表との共同生活、多くのプロフェッショナルな方々との交流、現地の方の温かいサポートを通して、変化を起こすためにはアクションし続けること、それがとても重要なことを学びました。また同じ問題に取り組む仲間、世界中に高め合える仲間を持てたこと、これは私の宝物です。ここはゴールではなく始まりだと気づくことができました。ますます多様化、複雑化していく社会の中で、差別や偏見に負けず、ありのままの自分を愛し、正々堂々と自分らしく生きていいこと、私はこれからも自分自身の挑戦を持ってこのことを伝えていきます。これまで本当にたくさんのサポートをありがとうございました。ミスグランドジャパン、ミスグランドインターナショナルで学んだこと、出会った仲間、私は決して忘れません。本当にありがとうございました。
ミス・グランド・ジャパンのオリジナルクラウンは著名人からも支持され、多くのメディアでもご活躍されている正明高橋様に制作いただいております。離れたくなさそうですね。水野ちいかさん、そして声楽家の松永千文さん、ジョーズクインテットの皆様、本当にありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。I do is loving, but staying true to who we are. I doDe Beers Forevermark. さあ、今年も素晴らしい講師の皆様にミス・グランド・ジャパン、そしてミスター・ゲイ・ジャパンをご支援いただきました。今年初となりますベストトレーナーアワードの発表に参ります。トレーナーの皆様はご登壇ください。紹介させていただきます。ウォーキング講師はじめ様、ディビ様、インナービューティー講師レディーフーよりオジリユキ様、 SDGs 講師株式会社東京エデュケーションラボ代表取締役花井貴之様、国際マナーコミュニケーション講師ボロモンドよりアスカサクラ様、大島瑠璃子様、マインド講師 SNS 講師ミスターゲイジャパン初代日本代表翔吾様、美姿勢メイク講師上田真美様、本日欠席です。耳つぼ講師インド綾乃様、タイ語講師ダーリン様、インドネシア語講師ジャパネシアよりアルバート様、本日欠席です。ダンス講師水木様、ピラティス講師ソーグループ代表田中由紀子様です。それでは栄えある初代トレーナーアワード受賞講師は The Best Trainer Award goes toはじめ。Congratulations。初代トレーナーアワードおめでとうございます。講師の皆様ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。講師の皆様でした。ありがとうございました。講師の皆様はご登壇ください。ありがとうございます。
それでは再度ミスグランドジャパン2022のファイナリストにご登壇いただきましょう。 Please welcome back on stage the 22 candidates of Miss Grand Japan 2022。候補者とともにミスグランドジャパン2022の結果発表に移りたいと思います。トップ5発表の前に特別賞のミスピース賞、そして JCI 横須賀ベストアワード賞の発表をさせていただきます。ミスピース賞はミスグランドジャパンのコンセプトを理解し、平和のメッセージの発信や活動を積極的に行っているファイナリストへ贈られます。プレゼンターはミスグランドジャパン2022主幹の公益社団法人横須賀青年会議所より理事長の中本剛様です。では最初の特別賞です。Miss Peace Award. Miss Peace Award goes to Hitomi Yoshida. Congratulations.ございました。続きまして、 JCI 横須賀ベストアワード賞の発表です。こちらは横須賀という町の PR や発展に最も寄与したファイナリストに贈られる特別賞です。 JCI 横須賀ベストアワード goes to Yurie Atsumi。それでは皆様お待たせいたしました。いよいよミスグランドジャパン2022結果発表へ参りたいと思います。果たして栄冠はどなたに輝くのでしょうか。 And here we are, the top 5 of Miss Grand Japan 2022。 はじめに第5位の発表です。トップ5の皆様にはファーストトロフィー様オリジナルのクリスタルトロフィーが贈呈されます。 Miss Grand Japan 2022 4th runner-up goes to Yukino Jahana。 Congratulations. ジャハナ・ユキノさん、おめでとうございます。続いて第4位の発表です。 Miss Grand Japan 2022 3rd runner-up goes to Anna Yamanouchi。
Congratulations. 山之内さん、おめでとうございます。続いて第3位の発表です。 Miss Grand Japan 2022 Second runner-up goes to Mizuki Takashima。Congratulations. 高島みずきさん、おめでとうございます。続いて第2位の発表です。 Your Miss Grand Japan 2022 first runner-up is Maria Nasu。グランドジャパン2022第2位は那須マリアさんです。おめでとうございます。それではいよいよグランプリの発表です。Are you guys ready? Our new Miss Grand Japan 2022 is Miss Grand Japan 2022 Seira Inoue!ミスグランドジャパン2022グランプリは井上聖也さんです。おめでとうございます。井上聖也さんは10月にインドネシアで行われる世界大会に出場いたします。Congratulations. 優勝した井上聖也さんより一言お願いいたします。
Thank you for giving me the trust to represent Japan in Miss Grand International. 私を日本代表に選んでくださった方々、そして今日この日まで支え、応援してくださった方々のためにも絶対に後悔はさせません。これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。井上せいらさん、本当におめでとうございます。世界大会も頑張ってください。ここで審査員の皆様からミスグランドジャパンの総評をいただきましょう。大石様、コメントお願いいたします。せいらさん、まずおめでとうございます。私、皆さんに5月ぐらいかな、6月ぐらいにお会いしてるんですけれども、すごいそこから皆さん成長なさったっていうのを今日見て感じました。ただ審査がこんなに難しいものだとは東さんもおっしゃってましたけれども、本当に、もう甲乙つけがたしっていうところだったと思います。ただミスグランドジャパン、最初に、吉江里子さんおっしゃいましたけれども、ピースで、それをミッションにしてらっしゃるということで、皆さんのメッセージ非常に心強く、この政情不安定なウクライナがあり、それから今中国台湾がありということで、みんなの心に響きました。本当に皆さんご苦労様でした。お疲れ様でした。大石様、ありがとうございました。雅人さんからもコメントいただけますでしょうか。セイラさん、ミスグランドチャンピオンおめでとうございます。これから世界大会、日本代表として、日本の美しさを世界中の皆さんに見せていただきたいなと思っています。残念ながら、グランプリにはなれなかった皆さんも本当に素晴らしい、ウォーキング、素晴らしいスピーチだと思いました。本当に今日はですね、素敵なものを見せていただいたなと思って嬉しく思っています。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。マサト様、ありがとうございました。それでは最後に、本日出演いただいた皆様にご登壇いただきましょう。 Mr. Gay Japan 2022、Mr. Gay Japan OB Hiro Chika Mizuno皆様、本日は長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。MC を務めさせていただきました竹内かな子、そして木下理香、そしてスティーブでした。ありがとうございました。井上せいらさんが世界大会で活躍できるよう皆さんで応援しましょう。頑張ってください。そしてミスターゲイジャパンの方もですね、アイキさんという新しい日本代表が誕生いたしました。皆さんと一緒に LGBTQ プラスの環境改善と同性婚姻合法化の促進に向けて努めてまいりたいと思います。ぜひぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 And that does it all from Yokosuka, Japan. Thank you all for watching and see you again next year. I do is celebrating the ones you love. I do. De Beers Forever Mark.